これはジャンプしていきますか。まあ、ジャンプかな。お前が後手だ。よろしくお願いします。対局開始。いらっしゃい、マサです。さあ、今日もね、初心者の方、級位者の方にも分かりやすく楽しく居飛車を実況していこうと思いますので、ぜひね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、相手の方が四間飛車やってきてますね。まあ、なので後手番ではあるんですけど、まあ隙あらばミレニアムやっていきたいなと思っておりまして、まあ端はちょっと受けときましょうか。ミレニアムできなかったら、まあ左美濃とか、まあ、やっていこうかなとか思ってるんですけど、まあ一旦端でついて様子見たいなーってところで、まあ端受けてくれましたね。これパスですね。見てパスくれたんで、まあ角上がって左美濃の含み、ミレニアムの含み残しといて、あ、銀が上がってきたね。ってことはこれはミレニアム行きましょうか。ミレニアム行かしてもらいましょうか。まあ金で、銀冠の含みも残しておいて、まあミレニアム行かしてもらえればと思ってるんですが、まあミレ行きますか。これでもうね、この銀が優勢で、角交換がね、封開けて角交換ができない形になってるんですよね。ミレニアム学位。さあ、これで、5筋ついてくるパターンの方。なるほど。これ歩突かれるまでは角下がりたくないな。なんでかっていうと、なんかね、角自分から下がっちゃうと桂ジャンプして桂馬さばいてくる手があるんですよね。まあ、なのでそれは嫌だなと思ってたりするわけですよ。で銀引いて、まあこれ飛車ね、なんかこう真ん中から使ってくる筋もあるんで、なかなか難しいところはあるんですが、まあでも歩ついて桂跳ねていく方が多分優先度高いかもしれんね。この辺の組み方、ちょっともうちょっと自分なりにね、対策というかしとかないかなと思いながら、なかなか出会わないので優先度が低いという難しいところでございますが、まあそれは引いとくわ。あーで、向かい飛車にして、ここの飛車先突破防いできましたね。まあこれは桂馬跳ねてって、あなた歩つかせませんよとしといてどうか。でこっから銀銀って組んでいく感じかな。歩に桂ジャンプで角がどっか行くか3択なんですけど、まあ歩交換できなさそうなんで桂ジャンプはありえるかな。あとここの歩反発して角このラインに設置するとか、まあ銀は固めておきたいかなと思ってます。ここの歩はまあ角で取れるしね。桂ジャンプまあやるよね。やらんかったらなんか銀が出てきて盛り上がってきそうなんで、いろいろやりたい手ありますね。なんか桂馬の頭を今守ってるのは角だけなんで、歩ついて銀がこう出ていってカバーできるようにするとか、これね多分ね飛車回ってくれて狙ってますね。もしくはここの桂頭なんで、これ下がる手が成立するかなんだけど、下がって歩歩に飛車回る、歩ついて同歩は入るかな。さすがにましいね。これ金が来る手があるんだら、なんか飛車浮いたりしたいけどね。飛車浮いたりしてここの角頭をカバーしておいたりしたいんだけど、角ひょっこり歩歩飛車回ってくる手があるんだよな。角ひょっこりはしてみたいところはあるんだけどな。難しいな。銀くっつけるか角ひょっこりか。ちょ、銀くっつけ読んでみますか。銀くっつける歩ついてくる同歩同金、銀くっつける歩打たれる、いやーそれは微妙か。銀はくっつけん方がいいかもな。なんかちょっと戦いに備えた方が良さそう。なので角ひょっこり
歩突き同歩六角、いやーやりすぎか、同歩かな、七歩飛車回ってくる、歩打つ、金が来る、いやー分からん、ここ結構勝負どころっすね。角でかな、まあ角でかな、やっぱりね、角でな感じもするな、ちょっと分からんけど角でやってみますか。角出ます、金取りです、どうしますかと。まあ強かったら5五歩かな、5五歩でも無視できるね、5五歩無視できますね、5五歩無視して銀上がってく、銀下がる方がいいかな。まあ5五歩銀が上がる、同歩同銀、歩打たれるのはこっちで銀が出ていけるから、歩突かれる、同銀上がる、歩に桂馬飛んで、うんまあ大丈夫だけどね、歩ついて銀が上がってこっち回ってきてこっち回る、取り込まれる同銀、歩打たれる同銀同銀同飛車同飛車同角みたいな感じでいけるか。いけそうですね。歩突きは無視して銀上がりかな。ここの歩突きはまだ入らないはず。歩ついて銀上がって取り込んで同銀角、あーまあでもこれは銀上がっていく、下がるかな、迷うけどね、まあ下がった方がいいかな。まあ角いいとこに設置できましたね。でこれは銀をくっつけてってどうか、まあ相手のまあ、ここの銀よりもこっちの銀の方が働いてるんでねえのっていう手なんですけど、これは銀かな、とりあえず銀かな。でこれ桂馬ジャンプもしたいね、今思えば。これ睨んでるんでこれ取れないでしょっていう、取り返せないでしょっていう手だし、こっちだけね歩得しながら桂馬交換していったらそれは嬉しいよねっていう話で、桂馬ジャンプしたいな。銀くっつけるというよりも桂ジャンプの方が多分機敏やったかな。で手渡しするタイミングで銀上がるみたいな、桂馬ジャンプでなんかパスするときに銀くっつけてみたいな、これはジャンプしていきますか。まあジャンプかな。でこれで一歩得しながら、まあ、桂馬さばけたよねっていう感じなんですけど、これは取ってもう一回打つ方がいいかな、取ってもう一回打つ方がいいかな、取って桂打って運動しの桂でさばいてみたいな方がいいかも。でですよ、ここに銀成り返るって狙うで、飛車先の突破とか狙っといて、これでまあ桂馬と相手の銀の交換になったんで、まあ、こっちとしては一応満足っちゃ満足かな、一旦満足、一本満足みたいな感じなんですけど、まあでも銀で成り返って狙ってくんかな、なんかそんな感じしますよね。いやでもこれ桂馬打ってくる手もあるからな、難しいね。か歩に歩で飛車回って飛車さばき見せるとか、そういう手もあるんかな。歩、歩、桂、まあ歩かな、あと飛車先の歩も突いときたいんだけど、ちょっと難しいな、タイミングが難しいな。これでこっ
チビュンって回った方が良さそうな感じもするんだけど、まあ、一旦は角かな。あーまあでもそれはねこうかな。でこれ次に角ブッチになってますね。角ブッチ、とりあえず角ブッチが王手になるっていう話で、そう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 、そうなるよね。そうなるんだよ。でこの飛車が邪魔っていうんで、やっぱここに銀打ちたいな。銀、待てよ、これ銀打って、銀打って飛車の時にどうするかだな。銀打って飛車の時にまあ成り返って角取りますよってしながらこっち側に来る手も考えたいな。銀飛車銀でまあ下がってくるでしょう。どっかに下がってきた時に、なんかありそうなんだけどね何かがありそうなんだけど、この飛車に紐がついてないんだよね。なんか急ぐ手あるかな。まあ銀で成り返って、まあ相手から別に歩打つことはできんから、銀でこうでこう成り返って歩歩にみたいな感じで、なんかそういう感じでいけるんかな、わからん。ちょっとやってみよう。残り時間もなくなってきたんで、まあちょっとやってみよう。銀打ってどうか。まあ下ならうわ切ってきた。ああね、なるほどね。まあでもこれは一回どっかに避けとくんじゃないの。なんか瞬間ね、確かになれないんですけど、瞬間なれないんですけど、軽ジャンプも当たってくるよねとか思いながら、ここはまずいね、角があるからね。紐つけるんやったらここかな。でもここか、まあ、普通はここか。一回引いといて、軽ジャンプ楽しみっすね。この銀が働く展開線っていうかね、こうなんか成り返るとかこっちになっていくとか、なんかそういうならずかな、ならずの方がいいかな。ならずで同金ならまあ飛車なってってみたいな。ならずっすね、ならずやりたいね。で何かのタイミングで飛車下ろしながら王手なんとかみたいな感じの手も考えたい。桂馬ジャンプしたいし、ならずもしたいし、飛車下ろしたいし、いろいろやりたいですね。ならずはやりたいかな。取って取って金で弾かれた手で何かあるか。金で弾かれた手に対して何かあるんだったらいいんだけど、それはなんだこれ、銀取りか、ならずどっちこっち、まあならずかな。あー取ってくれるんだ、なら飛車成りが入るね。大手です、金で弾きます。ここは角が効いてるからアウトでしょ。これ一回今でもそうね、ここまあここかな、ここは角効いてる、ここもダメ、ここもダメやから、まあここかな。ここで割り飛車狙っていこうか。こうかな、飛車打ちになってます。次の飛車打ちが厳しいでしょう。ここ桂馬は角が瞬間効いてるんでダメですよね。まあこれは桂馬ジャンプしときたいかな。まあ一回はジャンプかな。この理由によって桂馬紐ついてる、まあそれはこっちかな動力、まあそれはね仕方ないところなんだけど、これは潜り込んどくかな。潜り込んどく手が良さそうかな。2分30秒こっちよりはこっちかな、なんかそんな気がする。ここまあそうね、ここかな(笑)やっぱこの金が邪魔なんで、この金狙っていきたいですね。となると何かあるかって言われたら、例えば歩叩く、歩叩く、同銀同桂なる。同桂はスカスカやから同金でしょう。同金でもこっちから、まあ歩じゃないこれは。歩打って金打っていくか、
まあ風かな。避けたら金打ちかな。金打ちかで取っといて、いやーマジかそれ、取っといてもう一回金で弾くってこと。いやーマジかそれ。じゃあここ入っといてもう切ってってもよかったかもしれんけどね。いやーそれはもう一回やると、とりあえず桂なりたい。まあと金作るわ。ここの桂馬もう取られても何でもないし、銀を遊ばせたよねっていう、なんかこの桂馬を取るためだけに銀を取ってくれたのが、この桂馬銀が後々働かないよねと俺は思ってるわけですね。でまあ同金なら同竜やっといて大丈夫かな。かといってこの金がいなくなるのはちょっと辛いよねっていうところはあると思うんですけど、例えば金避けたら竜で金で取って金頭とか打っとけば大丈夫そう。まあこれはこっちかな。あーいやでもそれは同銀で何でもなくない、角当たりですよ。しかもまあまあ一回取るけど、はい、ありました、お前の勝ちだ。はい、いかがだったでしょうか。今回ね、ミレニアム対試験者の戦いやっていきました。ぜひね、高評価、チャンネル登録していただいてですね、次回の対局も楽しみにしていてください。ということで、本日もお疲れ様でした。お会いしましょう。